ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。はい、よろしくお願いします。今日も通信お願いします。さっていきましょう。さあ、サムネ通り本日は国見高校ドリームチーム作ってみた。お願いいたします。いやー、国見といえばもうそうそうたるメンバーでね、またあーなんて言っちゃうんでしょうけど、そうなのよ、ね、ただ今回はですね、うん、ちょっとシートをもう今からねお見せしたら多分、はい、あれって思われるかもしれないですけど、実はあのドリームチーム左側に書いてあるベストイレブンに関してはちゃんと国見なんですが、ちょっと実は一部国見高校じゃない人たちまで入ってるんですよね。そこにもちょっとご注目してください。はい、出ました、出ましょう。ドン、出ました、こちら。はいはいはい、はい、ということで国見高校ドリームチーム、おまけに島原商業プラス長崎創価の小峰チルドレン。なるほどなるほどね。要は僕らの世代で言ったら国見なんだけど、はい、その前は島原商業を強くしたのが小峰監督なんだよね、はい、そうなんです。黄金時代の国見があって、今は長崎総合科学、はい、はい、長崎総合科学大学附属高校と。そういうことですね。そうなんです。なるほどな、まあ、まずはね、うん、あの表と表、この表の見方ご説明させていただいて、まあ、どんな感じの、はい、はい、まずそこからいきましょう。左側にね、僕のちょっと、設定選定した、ドリームイレブンちょっと作ってみましたけれども、すごいね、もう見えてくる、すごいですね。青と黄色の縦縞がもう見えてくるかのようでございます。見えてきますね、はいはい、であと右側見てもらえると、まずですね表組の左側の部分ですね、はい、高卒組一部抜粋ってなってるのが、ここはですねちょっと4人だけなんですけど、大久保嘉人、徳重健太、渡辺大吾、上後久志と、この4人だけが、この国見高校を卒業して、この、それぞれのチームに行ったっていう選手たちなんですね。意外とこれしかいないんですか、国見。あの正確に言うと、あのもっといた、なるほど、もういわゆる引退されてしまってるので、現役でやってる方々はこれしかいない。ああ、そうか、そうか、現役で言うとね、そうだね、なるほどなるほど、そうそう。で真ん中が大卒組になりまして、うん、国見高校からどこかしらの大学を経由して、プロになったよっていう人たちが真ん中ですね。はい、はいはい、そっか。で右側があの、まあ、引退されてる組ですね、はい、もうすでにね、この国見高校卒、だから高木拓也さんから始まっては平山壮太、中村北斗っていうところまで、はい、うん、はい、でただ今までのちょっと表と違うのが、うん、高卒組のところがちょっと少なかったの、ある意味ではいいことに、あのプラスアルファ作ってみましたと、はい、コミネチルドレンを、島原商業時代と長崎創価時代まで作ってみたということで。なるほどですね、育て上げましたね、コミネ監督ね。はい、これちょっとだから皆さんにご説明をさせていただきたいんですが、あのいわゆる国見で一番イメージの強いこのコミネさんなんですけど、もともとは、はい、もともとは同じ長崎県内の島原商業というところに、赴任されて、そうなんですよ、うん、でびっくりしたのが、そこに2人挙げてる山田康介と小林真嗣って書いてあるんですけど、うん、はいはい、あの先日は、はい、我々も出させていただいたの前橋育英高校にあるんですが、はい、その前橋育英の監督はあの小峰監督の教え子だったっていうことですね。そういうことですか、流派がそっちなんですね。そうなんですよ。そして今 の、 あのギラバン北九州の監督小林真嗣さんも教え子 で、うん、あ、そっか、でさらにこの2人同級生です。あ、なるほどね。でしかもこの2人ですね、あの高校3年の時にインターハイ取ってるんですよ。はあ、ほうほうほう。でなんかね、一つエピソードが面白くて、うん、その1年前だから、この山田さん小林さんが高校2年生だった時に、はい、インターハイ結構早々に負けちゃったらしいんですよ。ほうほうほう。なんか東京かなんかで行われたっぽいんですけど、うん、でも当時やっぱこう新幹線とかで行くわけにいかないから、バスで帰らなきゃいけないと、九州まで。九州からバス？そう、77年ぐらいの話なんですけど。お、なるほど。でただその時に運転してとかでしょうね。だ運転し、そう、運転よく来ますとサッカーは。なんだけど、うん、なんかもう負けてちょっとだから、ちょっとシュンとしてる生徒たちでは、まあ選手たちではあるんですが、はい、バスに乗ってて気づいたんですよ、うんうん、監督、うん、これ九州に向かってないですよね。どういうことですか。え、東京からでしょ。はい、ええ、
東京から向かった先が東北だったらしくて、どういうことですか？あのだから夏、いわゆるインターハイだから夏休みですよね。はいはい。時間はあると。でインターハイで、そうインターハイで負けたことが小峰監督悔しくて、九州にそっか帰るんじゃなくて、あの東北のあのもう強い高校たちと戦いまくって夏休み最終日に地元に帰ったらしいんですよ。いやいやいや、もう宮本武蔵じゃないんですから。いや本当そうっすよね。予定とかそういうのがおおらかな時代ですね。 でもね、だからその時じゃあどうやって、うん、じゃあ飛び入りでこう各高校行くわけにもいかないじゃないですか、さすがに。そりゃそうでしょうよ。だからあの高速のあのあれあるじゃないですか、パーキングエリアというかインターチェンジ、そこで、うん、あの公衆電話見つけてひたすら電話かけていくっていう、うん、サッカーの強い高校に電話して、そうそう、今空いてるみたいな、行っていいみたいな。すごいな。でそれで武者修行をやって帰って、翌年ただインターハイ制してるってもう何にも言えないっていう、そういうね、熱がこういうのを作ったわけですね、うん、そうで、その後、まあ、国見高校に1984年から2006年までいることになるんですけど、はい、ここで実はあの小峰さん一個あの国見というか長崎県 の、 あのいわゆる先生、はい、いわゆる教職 の、 あのシステム一個変えちゃったんですよ。教職のシステム、おお。なんか長崎県って当時その教育のいわゆる先生の職に就くと一回その離島に絶対行かなきゃいけないっていう、へえ、五島列島とかそういうとこですか。そう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 、行かなきゃいけないっていうのが規則としてあったらしいんですけど、なるほど。あのもう長崎県 の、 その教育委員会的にはこの小峰という人間をそういう風にさせてしまったら、あの長崎でもしかしたらまたサッカー優勝できないかもしれない、これはまずい、はあ、特例で特例ってなと、はあ、そう、教員さんなんだもんね、小峰監督はね。そうなんです。で、はあはあ、その後それをだからどうにかかいくぐってるうちに今度国見であの教頭になり校長になりって偉くなったんで、結局そのまま、はあ、あの経験せずということが。なるほどね、うん。ちょうど世代が一緒なんでね、あのスクールウォーズに出てくるね校長先生とすごい被るんですよ、小峰監督。ですよね。あとびっくりしたのが、あの松田直樹さんとか、あと中田英寿さんとかが出た、あの1993年のアンダー17ワールドカップの日本代表監督でもあるんですよね。へえ、あ、そうなんですか。え、国見県 U17 日本代表監督ってありなんていう。それぐらいそのね年代の指導にはこう誇っていたということなんだね。そうなんですよ。で国見辞めた後、今度2007年から今長崎総合科学大学附属高校、はい、で安藤瑞希選手とか、あとは鈴木豊一選手らを輩出し、はいはい、豊一くんなんていうのはだって教わりたくて行ったようなもんなんでしょ。そうですよね、セレッソからね、うん、はい、うん、でなんかそしてよくよく見てみたらなんですけど、はい、2011年ぐらいからあのその附属の高校じゃなくてあの大学の方も見てらっしゃる、うん、はあ、でさらにさらにびっくりしたのがあのビファーレン長崎 の、うん、あのユースチームアカデミーとか、すごい、そっちも今見てらっしゃるってことで、いやーボーダーレス。まあでもそれはそうだ、ね、すごい巨匠なんですね、ことですね。だからこれだけのプロ選手をね育て上げられて、しかも国見といえば丸坊主ね。そうですね、島原がどうか分かんないし長崎は違うんでしょうけど、長崎そうかは違うんでしょうけど、やっぱり先生ね、私このパッとこの名前みんな見ると以後、はい、坊主を続けた方と反動でものすごい茶髪にした方に分かれますね、うん、これね。分かる。思いません？分かる。あの国見時代の坊主の、ね、良さを引きずっていった方と真逆の方とね、ええ、言いますね、誰とはもう言わないけどもいますよね。たくさんね、大久保嘉人さんなんていうのは行ったり来たりしてますよね、その辺をね。そうですね、で平山聡太さんとか結構あれですね、結構その短い黒髪のままとかね、ありましたし、そうですよね、非常にいいですね。あとすごいなと思ったのはやっぱりもう山田、はい、それこそあの山田康介さん、いわゆる前橋育英の監督名称ですけど、はいはいはい、うん、で小林慎二さんだってね、 北九州ガラッとこう変えた人ってのもあるし、うん、で引退組見てみても、いわゆる今ね、ヴェルディの監督の永井さんだったりだとか、まあ、大宮の監督の高木さんがいたりだとか、
で、そしてあとは最近で言えば仙台大の一応監督的なポジションにいる平山壮太というパターンもいるし、はい、ああそうなんですね、平山さん一応今仙台大の学生ではあるんですけど、まあ、そういうパターンになってたりするので、うん、だからまあ名将名監督名講師たちをも今輩出しまくってるってことで、高木さんなんてだって長崎で国見で育ってビファーレの監督まで務めたわけでしょ、日本代表の後に。そうですね、素晴らしいね、いやすごい、だ将来だからやっぱりあると思うんですよ、まあ、渡辺一馬さんだったり徳永選手、うん、大久保選手、あと兵頭さんとかもたくさんいろんな選手いらっしゃいますから、うん、まあちょっと今後もちょっと注目な国見イレブンというか国見監督、国見卒監督イレブンみたいなのも将来できるかもしれませんね。そうですね、うん、そういうところも素晴らしい、はい、うん、ちょっと見ていきたいなというところでございました。今日は国見高校ドリームチーム、そして、島原長崎創価コミネチルドレンのお話を先生に伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、ね、この期間いろいろ先生こういうねコンテンツ工夫して作っていただいてますので、またぜひチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたしま す。お願いします。今日もリモートでお送りしました。明日もね動画出るんで、ぜひねミルクサッカーアカデミー聞いてちょんまげということでございます。井上、はい、まあでございました。ノーミルク佐藤でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。またね。